60 55 55。やった、個室で寝れる。エンジン抽選の時にすごいガッツポーズあったじゃないですか、はい、あれなんかエンジンのあれ勝率が良かったからガッツポーズしたんです。いえ、部屋です。あ、それがちょっと意味分からなかったんですけど、あれでなんか宿舎の部屋です。部屋割りがそれで決まるんですか？いえ、そういうわけじゃないですけど、なんか部屋変わって。あ、そういうことですか。それでのガッツポーズだったんですか？いや、福岡が福岡部屋、はい、あの他県の、はい、他県のとこ混ざってて、はいはいはい、それを変えたみたいで。あ、なるほど。で、福岡5人なんで、はい、4人しか個室がないんですよ。はい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 、で、一応真ん中に畳の部屋があるんで、そこで1人寝るっていう話になって、その畳の部屋で寝るのを、まあ、僕一番下なんで僕が普通寝るのが当たり前なんですけど、はいはいはい、まあ、鳥海孫さんが今井と2人で、はい、あのエンジン抽選での株で負けた方が、はい、あ、株でやったんですか？だから僕60だったから 6でしょ。今井さん、な、50？ 今井さんがね、2やったですもんね。今井選手がね、50、75だ。だから2だ。2でしょ。で、ガッツポーズです。6で勝った。それは何より嬉しいですね。1週間今井さんの畳の部屋で、ね、残してる。スタッフと残るんですけども、はい、なんか噂によると、はい、今日から畳の部屋で、なんか寝るって言って。危ないっす、危ないっす。なんで聞いた、誰に聞いたんすか？なんかエンジン抽選で篠崎さんがね、そういう感じでしょ。多分そうなります。先輩なのに。いただけない、いただけないし。去年はまさにこの場所で水人祭。そうですよ、去年もちょっと大変な目に遭いましたね。はい、何かありますね。もう全然大丈夫。もう全然、はい、あ、でも一応傷が、はい、残ってますね。ここにちょっと傷が、ここですか？そうです、そうです。水人生ここで投げられた時にね、ちょっと何針か縫っちゃった。5針。5針に、はい。でもある意味、あ、もうあれか1年ですね。そうですね。ある意味当たってますよね、ある意味。そういう意味では。そうね。当たってます。俺も当たり、はい、いい意味で考えると。いや、ダメでしょ。全然ダメでしょ。だって5分の1の確率ですよね。畳の部屋は。いやいやいや、もう俺と元氏のどっちかやったんですけど。あ、そういうことですか。はい、すいません、違う、なんかね、レースとか開けない。いやいや、全然。頑張ってください。はい、頑張ります。石橋選手に来ていただきました。はい、お疲れ様でした。前傾の感触なんですけども、はい、いかがでした？そうですね、いいエンジン引いたんでもうちょっと出したいです。はい、39% で勝率12ですから。そうですね、出し切れそうな感じ。まだちょっと合ってない感じなんですけど。あ、まだペラになった。はい、そうですね、はい、11連続優勝というか、はい、どうですかね、まあ、もう流れに身を任せて。いつも石橋さんの自然体。あ、まあ、調子いいんで、まあ、流れに乗ろうと思ってるだけですけど、ね、もう今流れがいいっていうのは自分でも十分感じてます。はい、やっぱりあれですか、江戸川で周年帰った時ぐらいから来てるなっていう。まあ、その前からなんでしょうけどね。あ、そうですね、11年からですね。あ、常に江戸川にね、魂があると思うんですけど、住みの家にいますけど、魂は江戸川ですか？いや、そんなことないですか？まあ、いっそいっそ集中して、はい、集中していきます。はい、東京スポーツの動画なんですけど、ご覧になれました？見ようと思ったんですけど、そこまでたどり着けなくて。ホームページの突破ではたどり着いたんですか？検索してたんですけど、はい、じゃ あれ、なんか動画までいけないなと思って。はい、YouTube にもアップされてますので、はい、この今この動画 YouTube で見れますので、はい、ぜひ、はい、自分で見てみて、いい成績を上げた、はい、もうちょっとインタビューも上手くなれるように頑張ります。すみません、頑張ってください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、どうした？はい、結婚おめでとうございます。あ、ありがとうございます。はい、今年は素晴らしい年になったと思うんですけども。そうですね、優勝を4回して。はい、で、はい、結婚生活はいかがですか？はい、楽しいです。楽しいですか？はい、今年まだ振り返るのは早いですけども、ね、はい、この好調っていうのは何が原動力になってましたか？うん、いやでも1年間通してすごい気持ちも変わってきたし、 SG に初めて出ることができて、気持ちも考え方もちょっとずつなんですけど変わってこれてると思うので、それがいい方向に
行ってるんではないかなと思います。初のこの賞金を失う舞台ですか。はい、いや嬉しいですね。なんか、はい、去年までは家で見てたんで、はい、この舞台に来れてることだけでも感謝して、はい、今節は悔いが残らないように、はい、ずっとボートレースのことが好きになりたい好きになりたいとおっしゃってましたけど、はい、今デビューしてからもうボートレースが好きな方で、そうですね、好きですね、楽しいなと思うので、はい、え同じぐらい好きです。はい、相当ボートレースが好きなんですか。相当好きですね。はい、旦那さんも。旦那さんもいいですね。はい、ぜひ最後カメラに撮ってください。はい、東京スポーツの動画サイトって、はい、ロドリーさんの方がですね、はい、すごい回転再生数なんですよ。はい、ありがとうございます。女子のナンバーワン、ありがとうございます。その見ていただいて、どうぞ、はい、一言メッセージを意気込みをください。はい、悔いが残らないようにしっかり自分の持ってる力をすべて出せるように一節間頑張りたいと思います。応援してください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すいません。